はい、どうも、たてがみです今回はですね、こういう話いってみようと思いますそれがこちらですどどん,どん体を使った行動の記憶は覚えやすいということで話してみようと思います 前回からですね動くと僕らの認知能力が高まったり動かないようにしようとすることでそのリソースを使っちゃったりして逆に上手に能力を活かせないようなそういうことってあるんじゃないですかみたいな動きと僕らの認知とかそういう能力に関わる話を話していってるんですけど今回ですね体を使った行動の記憶は覚えやすいっていうことでさらに僕らの動きとかね能力に関連することそこの進化の絡みだったり実際調べたら 記憶に関わるパーセントってどういうのが出てるんですかとかそういう話知っていってみようと思いますそれじゃあいってみよう走る走るはいということでこのスケッチブックにねこの狩りをする狩猟民族の方とこっちで演劇をする女の人を書かせてもらったんですけどそういうのに関わってくるような話なんですよね。まあ、例えばなんですけど僕たち私たちち私が何かを暗記しようと 思った時、まあ、よくやる方法っていうのは繰り返し読み返すとか、まあ、音読とか結構視覚とか聴覚そういうのに頼りがち、まあ、そういう方法をとることって、まあ、多いし思い浮かびやすいですよねそういうアプローチってまあ限界がありますよと特に聴覚ですよね聞いたものを記憶する力っていうのは際立って他の感覚を使った時より弱いっていうことが研究で明らかになってるっていうのがあるんですよ それに対して体を使った行動の記憶っていうのはずっと覚えやすいですよっていうことがまあ、この後でね実験の例とか出して説明するんですけどそういうことがまあ分かってますよと。でそれって何でそういうことになるんですかってなった時に進化の方面から言われてるのっていうのは進化の過程で安全な場所や食料を見つけた場所 襲ってくる動物やその他の危険がどこにあったかを記憶することは生死に関わるすごく重要なことだったからそうなってんじゃないですかっていう考えがあるんですよねだから僕らの先祖が狩猟採取とかを行うときにあそこに行ったらこの時期はこういう果物がなってたとかあっちに行ったら 綺麗な水飲み場があるとかあそこに行ったら待ち伏せしてた肉食獣に襲われたとかあそこにはハチの巣があるみたいなそういう体を動かして覚えていった場所ですよね安全な場所危険な場所とかそういうのを覚えることができた人たちが、まあ、進化の中で生き残っていって。 覚えられなかった人たちは選択的に淘汰されていってしまったとで覚えることが得意だった人たちが選択的に残っていったみたいなことが考えられるから僕ら体を使っったた行動の記憶はずっと覚えやすすすいいいんんじゃなななででかみたいな話があるってことなんですよねそういうことについて詳しくおっしゃられてるのが南カリフォルニア大の生物学教授のデイビッドさんという方が。 詳しく調べられていろいろ発表されてるんですけどこのデイビッドさんがおっしゃってることっていうのは人類の脳が大きくなり始めたのと同じタイミングで有酸素活動のレベルが劇的に変わったみたいですよっていうことを、まあ、調査の結果 報告されてるんですよまあ僕ら動物園とか行って、まあ、チンパンジーさんとかねオランウンタータンさんとかゴリラさんとか見てみたら分かるんですけど彼らたまにこう立ち上がって歩いたりすることあるんですけど一日の中で見てると比較的座ってることが多いと。で人類の先祖も そういうい比較的座ってることの多いルージーエのような存在から身体的な活動がもっと必要となる狩猟採取のライフスタイルへと移行していったとだから僕らの祖先が座ってる時間の長いお皿さんみたいなのからみんなでこう村からねで出て行ってね獲物を狩るとかね果物を取るとかねキノコを採取するとかねそういう狩猟採取に変わっていったとで食料を探すには身体的な活動を長く続ける必要がある そういう状態になったったてことなんですよねそういういライフスタイルに変わって実際に狩猟採取を行う時に体を動かすと同時に必要な能力って何だったんですかって言うと、まあ、集中力とか記憶力ですよね。 これ獲物を狩る時にひっそりこう相手に近づかないといけないとかさっき言ったみたいに食べ物が取れた場所を覚えとかないといけないとか、まあ、単純にこう探さないといけないとかねそういう集中力とか記憶力そして空間を進む能力村の周りばっかりで狩猟採取やってたらすぐ食べ物ってなくなっちゃうからまた遠くに行ったりしないといけないで遠くに行ったら村まで戻ってこないといけないとかね今自分が村の位置に対してどこら辺を進んでるのかとかね空間をそういう進んでいく能力ですよねで運動制御能力です ね獲物を追いかけるためにこう走ったりねあっちに誘導するとかねで木の実を取るために木に登るとかですよねそういういろんな運動制御能力も求められるとそして計画性や意思決定機能などの実行機能も要求されると人類が自分より体が大きかったり自分たちより力の強い動物を狩るためにみんなで計画的に追い込むとかね それを解体するときもこれをこうする係の人でこっちでこうする係の人とかそういう計画性や実際の実行機能も体を動かしながら高いレベルが求められたとそういうライフスタイルの変化によって僕たちの体を使ったり運動するっていうことと認知とかね能力みたいなことそういうの両方求められるっていうのが人類の脳が大きく進化した環境の要因であるんじゃないですかってことをおっしゃってるんですよで過去の動画で 脳のの進化の歴史とかねそういう年表みたいな動画も出してるんですけど人類ってその狩猟採取してた時代っていうのが本当に長くてその頃の生活スタイルとか脳の使い方とか名残みたいなのを今でも色濃く残してるっていう点で今の時代の僕たちにも身体的な活動と知的な鋭敏さっていうのは密接に 絡み合っっっててててますすよねっていうところが言われてるってわけなんですよねでそういうところ現代でも調べられた実験っていうのをちょっとご紹介しようと思うんですけどノイス夫妻っていう方々が実演効果って呼ばれるものを調べた研究になるんですよね。 体の動きとと記憶力とか僕らの別の認知能力ってどんな感じで関わってるんですかってことを調べられたんですけど、まあ、その一連の研究がどういうものだったかっていうとですねまずノイス夫妻さんはこの舞台俳優さんに着目すするわけなんんですよね舞台俳優さんっていうのは台本のセリフを98%の精度で覚えてその公演が終わって数ヶ月経った後でも90%ぐらい記憶しているっていうことが、まあ、調べたら分かったんですよ。 舞台っても長いものになるとセリフの数もすごく膨大になってそれを高い精度で長期間記憶できてるっていうことが分かったってことですよねさらにその俳優さんを調査していってみると俳優さんの多くが舞台上での動きが確定されるまでセリフを覚えることはしないっていうふうに。 回答されたんですってだから多くの俳優さんたちがセリフだけを暗記してるんじゃなくてこの動きそして舞台上でのこの位置とかこういう動作こういう表情とセリフっていうのがまあ絡み合ってるってことですよねそこからですねノイズ夫妻は65歳から85歳を対象にプロの演技指導を受けてもらったグループっていうのと同じ年齢層でそういうことをしないグループ例えば美術館を鑑賞するとかまあ、取り立てて何もしない グループっていうのを作って比較してみたらプロの演技指導を受けてもらったグループの方が頭の回転が速くなったとこういうふうに、うん、まあ認知機能の衰えとかね良くなった悪くなったとかまあそういう比較しやすい高齢者の方だけじゃなくて大学生を対象にした実験でも学習戦略に動きを取り入れた学生は実験に使用した教材の76%を思い出したのに対して医師による暗記に取り組んだ学生っていうのは37%しか 思い出せなかったそういうこともあったりしてまあ、およそ倍ですよねそういうとこからも体を動かすことが記憶やその他の認知的能力の強化に大きく貢献してますよねっていうことが言われたってことなんですよまあ、こういう一連の研究から分かっていることをもうちょっとご紹介すると情報を覚えるときには動いた方が記憶しやすいっていうことがまずあるとそして動きに関連付けられた情報は 記憶を早期まあ、思い出そうと思った時に実際に同じ動きを再現できると思い出しやすくなりますよっていうことなんですよねだから例えばもう原稿を読むことを許されない。 スピーチをしないといけないってなった時は練習段階からそのスピーチに対して行うジェスチャーを一定のものに決めとくとそうすると実際スピーチする時その動きをするとスピーチ内容も思い出しやすくなるみたいな感じってことなんですよまあそういうふうにできたらまあいいんですけど実際そういうふうにできなくても動きを再現できなくても覚える時に体を動かすのは効果的であったり体を動かすと理解力も 深まるっていうことが分かったりしてるんですよねそういうことで次はですね思考の強化に動きを使う研究でこれいいんじゃないとかこういう風な動きしたらこういうことができるようになるんじゃないみたいなそういう研究で代表的な四つの動きっていうのをご紹介してみようと思いますはいということで今回は体を使った行動の記憶は 覚えやすいといとうことでまあ想像しやすいのはよく教育番組とかで子供たちを集めてねなんか「猫さんのポーズ」とかね「キリンさんなんとか」とか「ゾウさんは鼻が長い」とかこういう風に動いて歌って踊ったりしてるんですけどああいうのは子供がやることで。 大人ってのはああいう覚え方とかああいう学習の仕方をするのは恥ずかしい大人っぽくないというか幼稚だ稚拙だみたいなイメージがあるんですけど大人もそれに近いような学習戦略ですよねそういうのを取り入れた方がもっとよく深く理解できたり記憶に残りやすい学習とか認知能力の機能を高めるみたいなことができるんじゃないですかみたいな研究が どん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 近年増えていってるってことなんですよでこれまではですね僕らはそういう認知とか能力とかまあ行動とかそういうものっていうのは脳っていうのはあって脳が体に指示を出すそういう流れっていうのがまあ一般的なイメージというかモデルだったんですよねでもそこから最近の流れっていうのは行動を変えることで感情とか知覚とか思考を 変えることができるんだっていう考えが多くなってるってことなんですよ。だから従来というか、これまで強かった脳に縛られた考え方っていうのは、心イコール脳なんじゃないかとか、私たちの能力とか行動は全て脳に、脳に支配されてるというか、脳が全てなんじゃないですかみたいなところが強かったんですけど、そういう考え方って、脳が作り出した思考っていうのがまずあって、それに従って動くように、 体に指示が出てるみたいなイメージなんですけど最近はこの因果関係の流れが逆になってんじゃないですかみたいなそういう感じが強まってるってことなんですよねだから僕らやる気がないと行動できないとか自信がないからできないとかじゃなくてやってるうちにやる気が出てくるとか行動してたら 自信がついいてくるみたいなんとかそういう気分とか感情だけの問題じゃなくて今ご紹介している思考とかね記憶とか認知とかもそういうところがあってそういうふうに体を動かしてその次に、まあ、思考とかいろんなものが影響されるっていうのは今回の認知とかね僕らの能力に関わる話に関連して言うと行動を動かして次に思考が影響されるっていうことは 身体的な活動をすることで知的な機能を意図的に強化することもできるんじゃないんですかっていう考えのアプローチが強まってるっていうことなんですよね。ということでこのチャンネルでは今回みたいに、まあ、もう少しですね動きと僕らの認知とか能力とか理解とか記憶とかそういうものの関連について話していこうと思いますのでそういうのに興味があるっていう方は是非チャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。ということでたてがみでしたまたお会いしましょうバイバーイ。